どうも、チームシケダの金子孝明です。今回は、まあ、音声だけっちゃ音声だけなんですけど、もし、画面見ていただいている方は、背景に使ってる画像は、毎日投稿しているインスタグラムでアップしている画像になります。で、秋に、写真集初めてね、作って、結構本当にちゃんと作らせていただいたんで、よかったらそこも、インスタグラムでも告知して、プロモーション用のその写真も載せる予定なので、よかったらぜひ、他の SNS も概要欄等からチェックしていただけると嬉しいです。もちろん、このチャンネルも登録して応援していただければ幸いです。今回はもう、相変わらずデジカメインフォで、我らがパナソニックのニュースがほとんど、まああるっちゃあるんですけど、ほとんど自分が興味ある内容があんまなかったりするんで、まあカメラの雑談なんですけど、現状、将来的に欲しいと思っているカメラについてつらつら語っていく回にしたいと思います。用途とかジャンル別で、まあ、いくつか結構あるんですけど、ただ、まあ、現状なんだろう、経済活動としてはあまり困っているわけではないので、まあ、そのタイミングとかいろんなね折を見て、まあ、順次必要に応じて買っていくみたいな、めちゃめちゃ欲しいぜっていう形ではないんで、てかね、ないんですよ。こういうカメラが出たら買うっていう未来予想図みたいな感じで聞いていただければと思うんですけど、まず1種類目はですね、マイクロフォーサーズのほぼ完璧な Vlog カメ、まあ、これ前に動画も出して、まあ、カードとか出してるんで聞いてもらえればと思うんですけど、つまりね、もう G100 ですね、パナソニックのね、マイクロフォーサーズの G100 の後継機、別に何でもいいんですけど、もうそういうのが出ればいいなと。どういうカメラかってね、今だともう本当例えが言いやすいんですけど、まあ、ソニーのね、この前出たフルサイズの ZV-E1 の小型版ですね。はい、もうね、ソニーは本当ね、もう分かってんなと思います。つまりね、だ前にもその G100 の後継出せって動画でも喋ってるんですけど、本当にね、その Vlog カムの適性が一番あるマウントなのに、マイクロフォーサーズってね、何をやってるんだと。でソニーはなんか経営方針としてなんかそのもう動画に振り切ると、だからもう Vlog カムもう連発してますよね。最近でも ZV-1 の2出て、 ZV-E1 出て、 ZV-E10 の後継も出るという噂もあるし、 α7C の後継も出るという噂もあるし、とにかくなんか知んないけどソニーにも結構かなりマウントを取られていて、で他のメーカーもそんな積極的にも出してないですよね。もうなんかソニーになんか独占されちゃってるっていうか、だからもう競合してもしょうがないと思ってあんまり積極的に出してないのか。でもね、マイクロフォーサーズだったら絶対逆転できるんで、しかも価格もね、安く抑えてくれれば、だって S5-2 もね、パナソニックにしたらランキングね、1位になったりとかも結構売れたみたいだから、本当にね、もうちょっと次のね、ルミックスのカメラ噂もあって、別にいいカメラだと思うんですけど、僕も気になるっちゃ気になるんですけど、それよりも小型機ですよ、小型機ね、それを絶対出すべきだと思うんですけどね。 ZV-E1 ぐらいのその性能でマイクロフォーサーで出してくれれば、シングルスロットでもワンチャンね、仕事のサブ機でも僕の場合は結構使えたりするんで、別に完全なその浪費贅沢カメラじゃなくなるんでね、そのでこれがこういうのがあればもうプライベートの一眼カメラ当分買わなくていいと思うんで、で今現状その近いポジションで言うと、僕は頂き物のシグマ FP を使ってるんですけど、どうしてもシグマ FP1 台でちゃんと撮影旅行するとやっぱりちょっときついので、メインの Vlog カメラさえあればもうそれとシグマ FP の2台でもういろんなね、持ってく機材の選択肢とか幅とか行く国とか旅行の趣旨とかそういう状況に合わせていろんな選択肢が持てるんで、もうこれはもう一刻も早く出してほしい。これはね、出てすぐ買ってもいいんですけど、まあしばらくしてちょっと値段が下がったところで買いたいっていう気持ちもあるんで、そういう意味でも一刻も早く出してほしいんですけど、待ってます。はい、で2つ目がですね、 L マウントの高画素機。僕はもうフルサイズも、マイクロフォーサーズもルミックス、まあフルサイズの場合は L マウントを使ってるんですけど、L マウントアライアンスね、最近 DJI とかブラックマジックとか、あとなんだっけ、サムヤンか4のか、なんか韓国系のメーカーが確かレンズメーカー入ってきてますよね。そうするとポジション的に多分タムロンに近いみたいな感じだと思うんで、かなりね、これ前はね、頑張って L マウントいいよいいよって、いいんですよって、めっちゃねライカも入ってますよとか結構頑張って布教してたんですけど、
まあそれもちょっと苦しい感じでやってたんですけど、今はね、ほんとね、DJI が入ってきたのがすげえ個人的には面白いと思ってて、今のそのアライアンスのラインナップ見ると、かなりキャラも完全に分かれてて、役割分担もされてて、でね、将来性も本当にある意味一番あるんじゃないかなって思ってるんで、で今だったら結構ね、ライカは別なんですけど、普通に導入するだけだったら導入コストも多分フルサイズのマウントの中で一番多分低く抑えられると思うので、あとレンズのラインナップがやっぱり相対的にはね、まあ十分なんですよ。普通になんか撮影するっていう意味ではほぼほぼ、まあでもちょっと足りないけど、普通の人だったら十分あって、普通にライト層とかアマチュアの方とかが使いやすいようなレンズは多分サムヤンかな、サムヤンが多分出してくれると思うんで、そうすると本当にレンズの選択肢もソニーに負けない感じになってくると思うんですよね。だから本当に今ね、普通にカメラ始めたい方はね、L マウントマジでおすすめなので、ぜひこれ聞いていいなと思ってたら仲間になりましょう。はい。 で、L マウントの高画素機ですね。で、つまりね、S1R の後継です。はい。でもね、これは僕も公私ともにちょっと写真の案件もちょこちょこやりだしていて、まあ、写真専用機みたいなものがないじゃなくて、まあだから S5 をもう完全に動画写真療養みたいな感じで使っているので、で現状そこで事足りるんですよね。その完全スチール機を2台ぶら下げて同時並行で絶対使わなきゃいけないみたいな状況は今んところ僕はなくて、どうしても一応念のためのサブ機はマイクロフォーサーズの方で別にトラブルないので使ったことはないんですけど、サブ機も一応念のための保険もね、マイクロフォーサーズでこうやっちゃってるんで、ただ、まあ、将来的にもうその写真メインの案件とかを結構普通にやっていくってなった場合と、あとキャラ分け、あと自分の機材の属性的に高画素機みたいなのが所有しているのが1台もないので、これをある意味仕事とかよりのスチールメイン機にしたいかなと思ってるんですけど、ただ、まあ L マウントの、さっきすげえおすすめしたって言ってましたけど、L マウントの弱点としてスチールがね、もう完全に結構シカトされてるというか、まあライカはあるんですけど、要はね、特にお仕事をメインで考えられてる方は、その業務用のそのフラグシップとか写真のね、フラグシップ機みたいなのが正直出ない。まあその現状一番そういう立ち位置なのが、もうちょっとこれも古いんですけど、そのさっき言った S1R ルミックスの高画素機になるんですけど、もうこれね、S1R のラインの次出してくるのかどうかもちょっと不透明なんですけど、まあ動画性能はもう、まあ、ある程度でいいんで、できればね、S1R じゃなくて S5R みたいな、ね、ここもソニーが噂ですけど、α7C R みたいなのを出すみたいな噂もあって、もう分かってんなみたいな。あと SigmaFPL も高画素機で一応あるんですけど、あれもちょっと業務用としてはなかなかちょっと実用性って意味だとちょっと苦しいんで、やっぱりちゃんと実用性ある、もうちょっとね、 SR はやっぱデカオモなんで、で L マウントの純正とかそういう一部のレンズ、どうしても選択肢限られてる中で重いレンズが結構多いんで、ちょっとね、僕はシステムとしてもうすげえ性能がね、もう段違いとかであればもう多少重くてもしょうがないんですけど、もうそんなにどんぐりの背比べだったら絶対小さい方がもうありとあらゆる面でほぼほぼ全ての面でプラスだと思ってるんで、クライアントへのね、見せ方とかそういう以外でですよ。なので、本当ソニー分かってるし羨ましいなって思うんですけど、もう本当キャラかぶってるカメラいっぱい出してるから、ちょっとぐらいこっちに分けてほしいんですけど、まあちょっと脱線しましたけど、まあまあいいですよ、 S1 でもいいです、 S1R の後継機もうちょっとね、使いやすくしてくれてる、ちょっと時代に合わせてね、ちゃんとそういうブラッシュアップだけでもいいんで、もうちょっと使いやすくしてくれてる S1R を出してくれれば、まあちょっとお値段張るけど、それによって S1R がすごい安くなったら S1R をワンチャン買ってもいいかなぐらいに考えてるので、まあそういうのを早く出してくれないかなっていうふうには思ってます。で、3つ目は、L マウントでもマイクロフォーサーズでもいいんですけど、そのどっちかの新たなもう動画メインを貼れるような、新型ですね。これはもう今現状僕は GH5S と S5 初代ですね。を、まあ、用途に応じて、まあ、適宜スイッチするなり併用するなりして、メインで運用してる。どっちがメインっていうよりもやっぱり用途で使い分けって感じなんですけど、まあ、現状でも僕ぐ
ぐらいのね、零細のワンマンだと結構それでまあ全然大丈夫っちゃ大丈夫だから、本当にねこの2台ともすごい名機だと思うんですよ。めっちゃおすすめです。もう S5 の初代なんかもう型落ちしたけど、ちょっとねまあ本当、まあ人によってオートフォーカスがそこまでいらない人にとっては初代の S5 の方が僕はちょっといいんじゃないかなと思うぐらい本当に名機で、だから僕も買い替えてないんですよね。なので、まあ、本当にこの2台のおかげですごい長いこと無駄に機材入れ替えせず使わせてもらってるんですけど、ちょっと前まではね動画といえばルミックスみたいな感じだったのが完全にソニーに食われ挙句まあ他のメーカーにも結構ねもうケツまくられてるっていう感じなの で、ね、S1H がね唯一ああいう民生機の中でネットフリックス公認みたいなカメラっていうなぜかねそういう風になってるのが多分ルミックス L マウントユーザーの心の支えになってると思うんですけど、だから、まあ、L マウントフルサイズだったら僕はできれば期待したいのは S1H の後継、マイクロフォーサーズだったらまあ、GH6 はね、ちょっと僕はちょっと違うなって感じなので、まあ、GH6S とか、まあ、GH6 Pro とか、そういうなんか発展系ですごい満足出るようなのが出たら考えるんですけど、ポイントは次もし動画メインの、機種を入れ替えるんだったら、もう 8K が撮影できるやつがいいんですよね。4K120p は最低いけて、で、8K が、まあ、内部記録がやろうと思えばちゃんとできるやつにしたいなと思っていて、もうね正直その 4K とか 何K とかそういうのはもうちょっと頭打ちだなって、正直そんなにもうそこは進化する必要ないんじゃないかなと思ってるんですけど、レッドっていうねそのトップクラスのカメラのまあ新しいやつも 6K 止まりだったりとかしたりするんで、まあそういうところから見てもそんなにそういうところで競争してもしょうがない、そんなにいらなくないみたいな、まあそういう意味でも 8K の撮影ができるカメラ撮っとけば時代が結構どういう風に進んでもまあしばらくはね結構使えるのかなっていうところで、どうせ次入れ替えるんだったら 8K 撮れた方がもういいのかなって、もうねちょこちょこね民生機でも 8K 撮れるのが出てきてるので、まあそこは必須かなと。でなかなか S1H の後継が出ないっていうところを見ても、 S5 とかでまず様子見とか多分してると思うんですけど、そういうの見ても多分もうパナソニックルミックスの意地をかけて S1H はもうモンスターマシンにもうちょっとゲームチェンジャーみたいなのを出してくると僕は個人的には期待しているので、ちょっと高くても性能が満足であれば、で S1H はねなぜか発売時の多分買う人限られてるからなのかもしれないですけど、キャッシュバックみたいなのも多分やらないんでしょうけど、まあ本当に満足できる性能だったら発売して間もなく買ってもいいかなと思ってます。でマイクロフォーサーズの方は 8K がね、できるのかっていうそんなすぐね問題があるんですけど、なんかでも GoPro も 8K いけるみたいな噂もあったりするんで、次のねだから、まあ、マイクロフォーサーズでもいいですよ。マイクロフォーサーズもレンズ資産あるし、全然僕はなんかねセンサーサイズとか僕動画においてはねもう別にマイクロフォーサーズ以上あれば別にあんま関係ねえかなって思ってるっちゃ思ってるんで、ね、映画用のカメラだってスーパー35でフルサイズよりも小さいわけだし、別に、まあ、マイクロフォーサーズでもいいんじゃねっていうのがあったりするんで、だから別に 8K とか撮れるんであれば別にマイクロフォーサーズでも OK、 先に出た方を買うかなっていう感じ、それか別にもう L マウント先に出て S1H の方が先に出て、で GH の後継がまた後追いで 8K いけますよみたいになってきたら、それはもうなんかねサブ機というか今の僕の S5 と GH5S みたいな関係で用途によってスイッチみたいなダブルメインみたいなツートップみたいな感じで使えればなと思ってます。でブラックマジックが L マウント参入したっていうところで新しいポケットシネマカメラ的なやつが L マウントで出るんじゃないかっていう噂もあったりするんですけど、それはそれで気になるんですけど、あブラックマジックもどんどんなんかカメラもね、僕4Kね、ゲームチェンジャー名機と言われているポケシネの 4K の前 の初代のポケシネから知ってはいるんです、触ったこともあるんですけど、まあ
そこの時は本当使いにくくて もう画質に振ってるみたいな感じだったんですけど、だん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 ね、使いやすくなってきてるとか、そういうことを考えても、次のやつはもしかしたらね、すごいもっともっとなんか使い勝手がいいやつが出そうなので、それはそれでなんか全然検討入るんですけど、ただなんか多分 6K なんじゃないかなっていうのがあって、まあ、そこですよね。あと価格とかいろんな状況ですよね。だから少なくとも S1H の後継まではちょっと様子見たいかなって感じですよね、この動画メイン機に関しては。で、次が360度カメラですね。これはね、カメラ機材関係っていう僕のチャンネルの再生リストを、まあなんかバーって適当に聞いてもらうと、ちょい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 360度カメラ欲しいな欲しいなみたいな動画がちょい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 、そういうタイミングがちょいちょい来てるんですけど、なんだかんだいろいろあって結局別にそんな使わないしなみたいなので買わずにいるんですけど、何よりね、僕がまあ仕事でそんな使わないし、まあ、僕自身もインドアなんで結局あまりね、っていうのがあったりするんですよね。で、結局普段使いのちっちゃいカメラは GoPro アクションカメラになっちゃってるんで。でもね、今出ている X3 とかがもう全然性能的にはなんかいい感じだなと思うんで、なんかまだでも高いんで、次のぐらいが出て X3 が型落ちで安くなったら、なんかいい加減買ってもいいし、なんかの機会でね、ちょっと勉強も兼ねてちゃんと使った方がいいなと思ってるんですけど、ちょっとタイミングが、まあまあずっとこれはね別に買ってもいいなと思ってるんですけど、まあどうせ使わないしなっていう感じのあれですよね。最後が超小型カメラですね。これはさっき言った GoPro とか、あの360度のインスタ360とか、そういうのよりもさらにワングレード小さい。だから、まあインスタ360だと、あのちっちゃいね、あの GO3 がこの前出ましたけど、あと DJI だとアクション2とか、あのそういう需要とかがなんかがあったら使おうかなって、やっぱりこれも毎回検討してるけど、まあでもなっていうのでスルーしちゃってる感じですよね。で、今アクション4がこの前出て、でアクション2がすごいね、あの値崩れしてるんで、アクション2ってほぼ中身はね、あのアクション3とあんまり変わらなくて、画質は多分すごい、ああいうちっちゃいカメラの割にはすごい良さそうなんで、これお買い得かなと思って、なんか本当に特殊運用とかでなんか使えないかなっていうので、次のブラックフライデーあたりでさらにすごい2万円台とかワンチャンなったらなるかな、なんか買ってもいいかなってちょっと本当に思ってますね。 GoPro とかでもね、できなさそうな撮影ができるんで、まあインスタ360 GO3 が 4K とかだったらワンチャンそっちも考えてたんですけど、まだね、もうちょっと様子見た方がいいかな。まあ今買うんだったらアクション2の方がいいのかな、どうなのかなって感じですね、ちょっとね。でも GO3 とかね、結構すごい評判もいいみたいだし、ちょっと考えてもいいんですけどね。はい、もうね、全然一応メモ書きだけ取って、まあそれを参考にこうつらつら喋ってるんですけど、全然相変わらずオチがつかない感じでね、ちょっと申し訳ないんですけど、今つらつら喋ったのがなんとなく欲しいな将来的にっていうカメラですね。ただまあ最初にも言いましたけど、現状買い替えにもう全然迫られてるわけでもないし、まあ必要なタイミングでベストなものをチョイスするっていう感じですね。僕はあのおすすめの買い物の方法としては、まあ欲しいもの、まあこういうふうになんかこういうのが出たらまあ買おうかなっていうのをちゃんと頭に入れておいて、で必要なタイミングですぐバシッと買えるようにちゃんとアンテナ張っておいて、で多分将来的にはまあ必要だけどすぐ必要じゃないなっていうものは、例えば本当セールのタイミングとかね、ちゃんとある程度考えてこの時期まで待ってちょっと買おうとか、ブラックフライデーとかはあの事前にあの安くなったら買うリストみたいなのを作っておいて買うのがいいよみたいな、よく話をしてるんですけど、ただ難しいのは最近というか今ね、絶賛こうインフレ中、世界中がこうインフレの波に飲まれていて、まあ、物価上昇とか、あとは、まあ、カメラにもよるんですけど、その発売時のキャッシュバックが結構手厚くて、結局別にちょっと待っても発売時に買っても大して変わらないみたいな、そういうケースもすごい増えてきたんで、まあ、絶対もう将来的に買うってなったらもう即決してもいいのかなっていう今、ご時世だと思うんですよね。だからちょっと買い物がね、前よりも難しくなったなって感じなんですよね。僕使ってるノートのあの MacBookM1 のやつも、あの僕は2000あれ2020年ぐらいに出て、
で出て少し経ったタイミングで買ったんですけど、去年か一昨年ぐらいに M2 の次の新型が出た時に、普通古い型って、まあ、せめて据え置きか、まあ、何だったら安くなったりするわけじゃないですか。それがなんと3万ぐらい、だいたいスペックにもよるんですけど、型落ちしたやつにもかかわらず3万ぐらい値上がりとかして、本当に買っておいてよかったみたいな。カメラもレンズも概ねね、値段が全体的にやっぱり中華レンズですら、まあ、為替の影響もあるんでしょうけど上がったりとかして、本当にね、なんか買うタイミング難しい、もう欲しいなら買っちゃえっていうのがあながち間違いじゃないみたいな難しいタイミングなんですけど、ただね、ただ我らがルミックスだけはレンズもカメラも比較的安いですから今からフルサイズね、特に一眼やりたい方なんかはすごくおすすめですっていう、よくわかんないね、宣伝をして終わろうかなと思います。よかったら概要欄から作品リストとかもあるのでご覧ください。インスタや他の SNS も概要欄からチェックしてくれると嬉しいです。よかったら別の動画も何か見ていただけたら幸いです。お疲れ様です。コメント高評価、チャンネル登録よろしくピカ。再生リストから作品とかも見てほしいピカ。